よし、じゃあ今日はね、このマリオカート64、ちょっとね、やりたいことがあるんですよ。ちょ、それをね、やろうかなって思ってんだけど、ちょっと前にさ、スーファミのマリオカートの動画やったんですよ。150cc のスペシャルカップ、めっちゃむずいやんけみたいな動画やったんだけど、ちょっと64のさ、150cc スペシャルカップやりたくなって、ちょっと今回それやろうかなって思います。じゃあスタート。いや、昔の記憶だとね、スーファミの 150cc スペシャルカップの方が全然難かった記憶なんだけど、ちょっと前にやったんですよ、このマリオカート64。全然うまくできなくて。だからまあ、シンプルに僕が下手だから多分苦戦するだろうなとちょっと思ってるんだよね。まあやってみようよ。まあ徐々に操作にも慣れたいし、あと 150cc どんな速さだっけね。てれれてー。待て。スタートダッシュがどこかわかんねえ。やべ、なんで？そう、そうだ。64はさ、重量級とかに当たるとスリップするんだよな。そうそうそう。あ、来た！トゲゾウもらっちゃっていいの？これずっとお尻につけてよ。この64の頃のトゲゾウってなくなんないよね、確か。お尻に何当たっても。あ、やべ、下手だ！もうトゲゾウだけでもいけ！やべ、下手だ！めちゃくちゃ下手！まずい。これリタイア。しかもこっからかい！マジかよ！まずいまずいまずい。あ、トゲゾウ渡ってるわ。これなるべくまっすぐ。え、ちょっと待って。本当に勘弁して。本当に勘弁して、ちょっと視聴者に呆れられる。視聴者の人に呆れられる、これは。まず、あ、でもこっからだ。よかった。スリップもした。ちょっと待って。こっから本気出します。ちょっとまずい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 。え、絶望的に下手。めっちゃ下手だなって思われそう。めっちゃ下手だなって思われそう。え、徐々にね、徐々に。まだでも追いつける範疇じゃない？これ。え、ちょっと操作下手すぎない？マジで言ってる？ちょっと待って、ちょっと待って。アイテム取れねえし、ちょっと待って、本当にやばくない？絶望的に下手なんだけど、僕が初めてマリオカート64やった時より下手かもしんない。待って。まずい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 。よくこれで 150cc スペシャルカップやろうと思ったな。まず 50cc のキノコカップからやった方がいいって。この実力。まずくない？あぶね。よしよし。ちょっと待って、下手すぎん。あ、サンダーだ、やった。よし。池さんだ。よし。池さん、ポケモンみたいな。池さんだ。なんかさ、そういう、インコース、インコース行こうとしすぎて、なんか、その本末転倒なのよね。これ、それでこう落ちちゃうみたいな。ドリフトもうまく使えねえ。めっちゃサンダー出んじゃん。いいね、このゲーム親切ね。めちゃくちゃ、あ、ちょっと、なんで、ここめっちゃスリップするわ。あ、取れんね。こんな取れないっけ？なんか、隙間広くない？すぐ文句言う。よし、いいぞいいぞ。あ、でもなんだかんだ6位だわ。いいねいいね。ミスが許される。よし。いいぞいいぞ。うわ、ドンキーどうしたの？ドンキーが、上からドンキー。でも4、いけるいけるいける。ここでさ、めっちゃいいアイテム出てくんねえかな。この時代もまだアイテム2個は持てないから、1個持って、でも近いぞ。1位誰？1位どこ？ドンキ、ドンキ、ドンドンキじゃない。クッパどんなとこにバナナ落としてんだ、今。すげえとこ落としたな。待って、よし、やめてね、それ。落とさないでね。これ、インコース行きたくなるのよね。よし、アスマンピーチ。まあ別に落としてたからいいんだけど。あとこれね、草むら行くとなんか飛んでく、木の実みたいな飛んでくんだよね。あ、なんだかんだ1位じゃん。うわー、よっし！あ、よし、今だ。すげえ。なんか、あたふたしてる、全体的に。ドッタンバッタン、大騒ぎしてる。あ、いいねいいね。いいぞいいぞいいぞ。よし。で、これインコースいけいけ。誰が当たった今。ヨッシーか？これいける、勝てる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 。よっしゃよっしゃ、勝ったよう勝てたね、あそこから。よう勝てたな、マジで。一周目、遅え。1分25秒。めっちゃかかったな。あ、そう、船とかあったんだよな、途中。すげえ接戦じゃん。あれ、これで勝てるんだったら勝てるんじゃね。ま、やってみないとわかる。僕ね、ヒュードロ池っていうラウンド3のステージちょっとビビってるわ。むずいと思う。よし！ヨッシーバレー懐かしい！ここが初代なんだよね。初代ヨッシーバレー。あ、できたできた。で、順位表示されないんだよ。だから、今自分が何位かわかんないんだよな。今でも健在だよね、ヨッシーバレー。むずっめちゃくちゃむずい。このコース、
なんかルートがね、いろいろあるんだよ。このルート、むずいかもな、ちょっと。自分の腕だとなんか、もうちょっと安牌ルートいった。これさ、サンダー出るってことは絶対に8位じゃん。いや、7位かもしんないけど。危ない！これ偽物、偽物！なんでこれ、まず遅れるスタイルで言ってんだろう。絶対まず遅れるスタイルじゃない方がいいって。いや、狙ってやってるわけじゃないよ、もちろん。むずいな、このコース。あれ、こんなむずいっけ？なんか、今の8デラックスはもっと広いよね、確か。すまんな、連続で。え、なんでやねん！ちっちゃいんじゃないの、このグッパー。スリップ食らったんだけど。食らうんだな。べちょって踏むわけじゃないんだな。やっぱちょっと違うね、最新作と比べるとね。いいな、でもさ、この頃からあってさ、今でも、すげえ遊ばれてるコースってすごいよね。違うコース行ってみるか。こっち行ってみよう。違うルートだね、どっちかっていうと。あ、スター落ちるぞ、絶対。行け行け。よし、いいぞ。落ちるな。言ったのに。ちょっと。今僕何位ぐらいだ？右下のさ、誰これ。右下のあれ見ればなんとなくわかんじゃない？あの、ミニマップというか、ちょっとしたマップ。あれ、今僕、トゲゾウコーラどこ行った？今、コンって言って消えた？トゲゾウ。あれ、トゲゾウってコンって言って消える存在だっけ？なんでそこ落ちるん？ちょっと、なんでそこ落ちてしまうん？すぐ。でもまだ後ろいる。やべ、1位早い。1位早いんじゃない？僕が押した。なんでやねん！それは今一番ないでしょ！見た今の！よし、すナイス、それを待ってた。今のひどくない？普通に。サンダー出てくれ、サンダー2連発ぐらい。遠いな、今回。敵が。ミスも多いし、ヒュードロ池にビビってる場合じゃねえって。全然じゃん。いや、ファイナルだけど、早いな。あ、なんで？取れねえ。くっそ。アイテム取らないと勝てねえのに。いやー、ちょっと待って。むずい。よし、こっちから行こう。バナナやめて。本当に難しい、このゲーム。やばい。下手くそすぎる。小学校の頃の僕の方が絶対、全然うまいんだけど。ちょっと、感覚を取り戻したいな、あの頃の。スター使うよ、使うよ。なんとか4位入るよ。てん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 。いいね、いいね、いいね。で、インコース、インコース、インコース。ど、前誰もいない。あ、3位になれる。3位マジかよ。え、今ので3位入れんの？やったー。あれ、キノピオちょっと日に焼けた今。なんか日に焼けてるね。ちょっとハワイ行きましたみたいな顔してんじゃん。やったぜ。ヨッシーとピーチがすげえ接戦。今どんなもんだろう。あ、すげえ白熱。同率3人1位です。めちゃくちゃ白熱してんじゃん。マリオ以下はもう結構厳しいね。上位争いにはいけなさそう。トゥルルトゥルルって、ここ難しいんだよな。ヒュードロ池ね。3、2、1。よし。よしやね。失敗しました。なんでスリップしてしまう？よし。スリップした時はね、ブレーキ押すといいんだよな。そういうとこはね。僕さ、このゲームのバトルすごいやったんだよ。レースもやってたけど。バトル狂った方でやってたな。待って、本当にスリップやめようぜ。しかもここ、キノコ浸かる自信ね。ちょっと落ちないこと心がけよう。よし。で、右。で、コウモリいんだよな、コウモリ。どっから出てきてんねん、コウモリ。うおー。ちょっと怖いよね、ここ。雰囲気が。ホラー味があるというか。よし。あ、落ちんな。あ、意外といけてんね。ピーチ早ない。ピーチ早いな、ちょっと。暗い。うわー、おかしいだろ、それは。それ一番おかしいでしょ。今のマジでおかしい。見た？いや、見ただろうけど、見てなかったら見て、ちゃんと。ちょっと、6位だってよ。なんかスターの音聞こえるね、うっすら。てんてんてんちてんてんちてんてんみたいな。あ、しまった。あ、ドンキーどうしたん？ドンキー止まってたな、今。ちょっと悩み事でもありますみたいな。いや。マリオ、ちょっと無理にドリフト使う必要ないわ。なんか、高等的に走ろうとして、なんか、あの頃の栄光を思い出そうとして全然掴めないみたいな。そんな感じあるから。ちょっと、めっちゃ赤コーラ出るわ。どんどん潰していこう。ただ、ピーチとかに勝てないと、まずい。1位だ、ルイージ誰？いや、ルイージだよ。ルイージ。マジか。ルイージでも上位争いにいなかったよね。
やるな。しまった。いや、なんだ、いいアイテム出た、いいアイテム出た。まだいける、まだいける、まだいける。ここで6や、まずい。くそ、ドンキー。いや、これ赤コーラむず。あ、なんか来い。よし、いや、2位になりたい。ルイージは無理でも。行ってくれ。ダメか。ほんとに当たる。確信がないと当てれねえ。いや、そこアイテム取れんの、やばい。いや、せめて3位、せめて3位。やばい。くそ、これ無理か。くそ、無理か。4位か。マジ？これ、次勝てないとまずくない？やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。次必ず1位を取って、ヨッシーを3位に落とさないとダメだわ。でもなんか、レースとしては、至って平和というか。特に何が、うわぁ、点差やば！いや、まだいける、まだいける。これで1位取って、ヨッシーを3位に落とせばいける。加藤。あーそう、ここ。ここね、ショートカットあるんで、ちょっとやっていい？ショートカット。久しぶりにやりたい。あ、曲懐かしい！でね、これこっち行くんだよな、こっち。いや、下手くそ絶望的に下手くそ。酔うし、ごめんね、今酔ったね、絶対。あれ、あそこ飛べるんだけどな、頑張れば。あれ、それすらできなくなってる。マジ今ちょっとショックだったんだけど、普通に今、がっかり度合い半端なかったでしょ。うーわ、ワンワンいるんだった、そういえば。誰、1位、よし、まずい。ちょっと、かけていこう、かけて、かけていこう。かけるってなんだ、はめてこう、罠に。罠というか、なんでやねん、それマジでね、理解できないそれはマジで理解できない。あれ、クッパいたのか。もう一回、よし、ナイス。いいね、いいね。なんでさ、ちっちゃくなってるキャラクターに当たってこっちがスリップすんの。まあ、ちょっとそういうもんって思う、この時代は。この世界はそういうもんって思っとこう。いや、1位にはね、正直なれるんよ、多分。ここショートカットが強いから。よし、よし、潰して。いや、いや、ピーチが1位になってるのは全然いいわ。で、3つとも使って。ピーチ早いな。ここの曲ね、すごい好きなのよ。てか、毎作毎作さ、レインボーロードの曲本当にいいよね。どの作品を撮っても最高というか。よし、はめてけ、よし、はめてけ。いや、当たりに行こう。よし、ナイス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 。で、あ、しまった、前に投げちゃった。あれ、これ後ろに投げるってないっけ。あるよね。怖いし、めっちゃ怖いし。なんで、ちょ、しまった。よし、待て、待ちなさい、よし、よし、待ちなさい。なんか緑コーラ遅くない？ナイス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 。予期せぬ挙動をして当たる。よし、ナイスナイス。よし、ここね、一周が長いのよね、めちゃくちゃ。うわ、懐かしい、このキノコ、パワフルキノコ。この時代からなんだよな。よし、でも、そっか、今もあるか、懐かしい言うても。でもこの時代のさ、これいいよね。いけ、これ、ゆゆゆゆゆゆゆみたいな。イエーイ、ゆゆゆゆ。いけ、いける、いけるんじゃない、これ。うわ、ダメだわ、これ。くそ、悔しい。今のでうまいことあっちに乗るみたいなショートカットなんだよな。うそ、どっから、こっからか。くそ、無理に狙わない方がいいか。8位はまずい。頑張れ頑張れ。でも8位ってことはサンダーが出るんよ。怖っ。ナイス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 。いいぞ。ちょっと、取って、サンダー出てくれ。出た。ゆゆゆゆ。なんでやねん、何に。よし。これで、もっと早くね、くそー、何か生み出しやがった、ドンキ。あ、アイテム、アイテム。あー、よし、取った。サンダー、ナイス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 。言えば叶う。言霊ってがあるからね、ちゃんと。言えば叶うのよ、何事も。サンダー、あ、くそ。まあ、叶わない時もある。時には。現実は残酷ね。でも3位、なんだかんだ3位いったな。これちょっとショートカット使わないはいいな。無理に。よし、倒すぞ。狙ってけ。この角度！うまい！待って。この角度！くそ！ここだ！危ねえ！え、スター！マジで？やったぜ。え、こんなん使うんだが。やったやった。あれ、この作品のスターってそんな速くなんない？もしかして。でもちょっと速くなってる気はするな。いいね、ラッキー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 。あれ、ヨッシーとあんま差はついてないけど。何かが当たった、今。さ、これなんか敵に何か当たると、キノピオ喜んでくれるんだよな。
ヤッホーみたいな、ヤッハハーみたいな。で、この赤コーラはあの、ヨッシーに使おう、ヨッシーに。来てな、ヨッシー。わかるのよ、僕には。来た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 。よし、ナイスナイス。え、サンダー、マジ。これ一回ショートカットやるか、やるか。サンダーあるし。はっ、いいんじゃない、いいんじゃない。来た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 、やったー、成功した、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。で、サンダーやったー、念願だわ。いや、もう3回ともできないかと思った。できたね、嬉しい。これ友達とやるときは皆さん気をつけてください、ちょっとそれ知ってる知らないで若干揉めるから。え、それ知らないんだがみたいな、ちょっとね、険悪なムードになることもあるから、ちょっと皆さんは友達とやるときはね、ちょっと空気を読みつつ周りに聞きながらね、やってもいいみたいな、あ、ちょっとやめとくみたいな空気をね出しながらやるといいかもしれない。お年頃だとね、余計にね、中学生とかだとちょっと余計に、うん、え、それ知らない、何それみたいな、ちょっと気まずくなるから、まあ、大人ならね大丈夫かもしれないけど。いや、もうダントツだわ、これ気持ちいい、ウィニングラン、まさにウィニングラン。ちょ、最後バナナでも置いてアイテム決めるか、ラストアイテム何か。この頃はコインが出るとかないからね。あ、いいねいいね、トリプルコイン、トリプルコインじゃねえ、トリプルコーラ。緑でもあると安心だからね。バトルの時はずっとこれ身にまとってたな。これはラストアイテムか。何が出る？何が出る？来たー！もう4連射していこう。ヒュー！よっしゃー！圧勝。このコース5分半もすんだな。あ、よかった、ヨッシー3位だ。よかったよかった。危ねえ危ねえ。何も考えてなかった。よかったー。いや、だいぶ親切ね。なんかミスってもまだ挽回の余地があるというか。ね。やったぜ。あれ？同点じゃないんだ。僕なんか1点リードしてんね。同点っていう概念ないんだね。なるほど。来た。懐かしい、この画面。このね、ピーチ城実際にあるんだよ。マリオカート64に。ここ行くの好きだったなぁ。でーん、ドゥッ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 、はい、テテン、はい、えい、テテテテテテテ、ほら、道路あるっしょ、道路。そう、マリオサーキットでここで右行くとこっち来れるみたいな、あるんだよな、これ。やったー。やっぱ日に焼けたね、キノピオ。しかもなんか氷浮いてない、ちょっと。氷浮いてるな。いや、もうプクプクの目も。ちょっと荒いよ時代を感じる。ちょっと画像が荒いというか、いやー懐かしかったわ、すごい、めっちゃ光ってんな。でもマリオカート初代からさ、数年しか経ってないんだよ。 2,3 年ぐらいじゃない、わかんないけど、さすがにもっと経ってるかな。 I am the best! ということで1位取りました。